ロタール三世、ロタール三世は中世西,西欧のローマ皇帝、並びに、ローマ王、イタリア王。もともとは、ザクセン皇。国王選挙によって選ばれた、ズップリンブルク家のローマ王だが一代限りだった。皇帝としては、ロタール二世であるが、イタリア王ロターリオ二世及び、ロタリンギア王ロタール二世との区別のため、三世、とされることが多い。年。 父ゲープハルトが、ローマ皇帝ハインリヒ4世との戦いで戦死した、後に腹の子として生まれた。当初は、ザクセンにそれほどの勢力を持たなかったが、結婚とそれに伴う相続によって、領土を拡大、1106年に、ハインリヒ5世から、ザクセン公マグヌスナキアとのザクセン公に選ばれた。しかし、ハインリヒ5世と対立し、1115年に、ベルフェスホルツで、 帝国軍を撃破、王権をザク戦から排除した。1123年に、アイレンブルク博兼埋戦変境白インンハ,ハインリヒ2世が死去。ハインリヒ5世が、黒い中白ビプレヒト2世を埋戦変境白に指名するとこれに反発。ハインリヒ2世の、十ジ,ジのコンラートと組んで、ビプレヒト2世を追放。埋戦変境白領をコンラートに、ラウジッツを、バレンシュテッド白 アルブレヒと熊公に与えた。ハイン・リヒ5世はこの事態に対処しようとしたが、1125年に死去した。シュパイアーにおいて、ハイン・リヒ5世の埋葬式が行われ、マインツで自由の選挙が行われた。候補者は、ホーエン・シュタウフェン家のシュバーベン大公フリード・リヒ2世、オーストリア編境博レオポルト3世、ザクセン公、ロタールフォン・ズップリンブルクであった。 ハイン・リヒ5世は老いにあたるフリード・リヒ2世の王位を願ったのだが、この選挙で選ばれたのはロタールであり、彼がローマをロタール3世となった。この選挙結果をめぐっては、当時のマイン・ツライ・教による陰謀説など様々あるが、詳細は不明である。この結果は、当然ながら、シュタウフェン家の不満を招くものであった。ロタール三世とシュタウフェン家は1127年により、 軍事衝突へと突入し、フリードリヒ2世の弟コンラートが対立王に擁立されたが、1135年までに、ロタール3世が有利な形で講和を行った。結果、コンラートは王位を放棄した。1100年、ノルトハイム博、ハインリヒの娘リヒエンツァと結婚した。リヒエンツァは、バイエルン公、オットーフォン・ノルトハイムの孫で、オットーの遺産の相続人であった。また、 彼女の母親ゲルトルートフォン・ブラウン・シュバイクは、その出身家門である、ブルノン家のブラウン・シュバイクの所領を相続しており、ロタール三世は妻を介して、これらの重要な所領を手に入れた。しかし、この結婚から死死を得ることはなかったため、当時のバイエルン公ハイン・リヒ十世に、娘ゲルトルートを嫁がせて事実上の後継者とした。これには、 シュタウフェン家の影響力が強いシュバーベンに勢力を慎重しようとする狙いもあった。二人の間にハインリヒヒ思考が生まれている。ローマ教会でもその主導権をめぐる権力闘争が激化していた。1130年、教皇ホノリウス2世の死去に伴い、インノケンテウス2世とアナクレトゥス2世の二人がローマ教皇を称した。いわゆるシスマと呼ばれる状況である。 こうした中、インロケンテウス2世は、ロタール3世に接近し、これに対抗した、アナクレトゥス2世は、シチリアハクルッジェーロ2世に接近することとなった。1130年に、アナクレトゥス2世は、ルッジェーロ2世の王位を認めたが、これをもって、シチリア王国の成立とみなされる。1133年6月4日、ラテラの教会で、インロケンテウス2世からロタール3世は、 皇帝の冠を受けた。その際、帝国内の教会について皇帝が一定の影響力を行使できることを確認させている。こうしたローマ教皇の妥協は、ロタール三世を用いて、対立教皇アナクレトゥス二世と両シチリア王国の妥当を目論んだことが大きい。1135年、メルゼブルクで会議が開かれ、その場で、 東ローマ帝国皇帝ヨハネス2世コムネノスやベネツヤ総督施設は当時強制を誇ったシチリア王国を警戒しロタールに対しイタリア遠征を要請した翌1136年ロタール3世はイタリア南部への軍事遠征を完工したしかしシチリア王国の打倒にまでは至らずロタール3世も遠征のキ路の1137年に チロル地方のブライテンバンクで死去した。ロッタール3世は、後継者に、無子のハインリヒ10世を望んでいた。しかし、帝国諸公は、ハインリヒ10世の選出を拒否、代わりに元対立王コンラートを、ローマ王コンラート3世に選出させた。ハインリヒ10世は、コンラート3世と対立、ザクセンコークライとバイエルン行為を取り上げられて1139年に、死去。 好意はそれぞれアルブレヒトクマコオーストリア辺境伯レオポルト4世に与えられた。しかし、ベルフ家は、この措置を認めず抵抗し、放炎したウフェン家とベルフ家の対立は深まっていった。ありがとうございます。